イルチャールのお兄さんが病気になった。イルチャールのお姉さんが看病して、いざ。
市とかによくあるだろう。薄暗い荒れ地にいきなり人影が現れるなんてこと。ん？オイラの直感がここにいるようなやつは普通の人じゃないって言ってる。もし声なんかかけられたりしたら食べられちゃうかもしれないぞ。君たちは誰？旅人？もしかして外国の人？いや、そんな格好見たことがない。まさかあの世から来たのか。俺は葬儀のためにここに来ただけで悪いことをしてたわけじゃないんだ。どうかご勘弁を。見たところただの怯えた一般人だな。なんかオイラよりもビビってるぞ。ひひ、ここはオイラの出番だな。そう怖がるなって。別に何かしようってわけじゃないから。え、俺に何を。おいおい、そんなビビるなよ。とにかく落ち着けって。落ち着け？それってつまりおとなしくしなかったらひどい目に遭わすってことか。来るな、俺は何もしてない。来るな来るな。おい、だから何もしないって。おいら何かまずいことでも。次は何に会えるだ。慌てる必要はない。なくて大丈夫だよ。彼らは幽霊じゃなくて普通のお客さんだから。そうだぞ、幽霊じゃないって言ってるだろ。なんで信じないんだよ。でもお客さんっていうのもなんか違うけど。ごめんね、彼はうちの新人のモ。初めて葬儀をやるもんだから少し神経質になってるみたい。葬儀。ああ、勝利が滑稽をやってるお嬢堂も確かそういうのを専門にしてたよな。あれ、勝利さんを知ってるんだ。じゃあ話が早いね。私はフータオ、お嬢堂の道主。主な役割は生と死に関わることをちょっとね。でも私はこの仕事を気に入ってるの。もし往生堂にしてほしいことがあったら何でも言って。そうだぞ、それに往生堂に頼みたいことがあったとしてもこんな偏僻なとこまで来ないだろう。まあ商売上のお客さんじゃなくてもこの世に生まれてきた時点でみんな私のお客さんだから。今はそうじゃなくてもいずれ必ずね。往生堂は予約サービスも受け付けてるよ。私たちはあなたにとって最良の選択。ただし予約時間は正確にね。じゃないといろいろ面倒だから。まだ決まりそうにないならそう言ってちょうだい。その気になった私がもし元気なあなたを見たら絶対にがっかりしちゃうから。ストップストップ。そのどこから突っ込めばいい。悪いな、道主は少々癖のある人なんだ。代わりに俺が説明しよう。最近無謀の丘で心霊現象が起きたと聞いて、それを鎮めるためにここで葬儀を行っていたんだ。葬儀自体はうまくいった。道主が言うにはしばらくはもう何も起きないらしい。往生堂、無謀の丘、葬儀、この3つの単語が並べば自然とわかるでしょ。説明する必要はないと思うけど。それに用がないのに無謀の丘に来るなんて
あなたたちこそ普通じゃないと思うよ。普通に対する認識がすごいずれてないか。冒険、ああ、見たところ冒険者協会の一員かな。お客さんはお客さんでも珍しい桃級の客人だったか。桃級？なんだそれ。お客さんの重要度を決める度合いだよ。こう、桃、竹、木の4つ。上に行けば行くほど親身に接する。そんなこと初めて聞きましたけど。だって今日決めたことだから別に驚くことないでしょ。考えてもみて、冒険者は毎日険しい山々を越え、秘境を探索し、数々の戦闘をくぐり抜ける。危険でいっぱいでしょ。こういうお客さんには常に関心を持っておいた方が、そちらにとってもこちらにとってもいいことじゃない。え、まさかそんな風に思うなんてね。こういうところに来る冒険者はそんなの気にしないって思ってたのに。そうだ、一つお願いできるかな。最近冒険者協会と商談をしてるんだけど、あなたが往生堂の仲介役になってくれたら、いろいろと融通が利くと思うの。何か欲しいものとかある？もしくは手伝って欲しいこととか。ああ、オイラたち人探しをしてるんだ。いろんな人に聞いたんだけど手がかりがなくて。それなら私に任せて。あなたたちが聞けない人でも私なら聞けるからね。だから私と取引しておくとお得だよ。さあ行こう友よ。リーユエコーに戻って商売の話をしに。いつから友になったんだよ。往生堂、聞けない人、もしかしてそれってこの世の人じゃないんじゃ。なんか変わったやつだな。あら、またあなた。そちらの商売には興味がないと言ったはずだけど。まあまあ、そうすぐ結論付けないでくださいよ。見てください、あなたたち冒険者協会の中には私のことを深く認めてくれている人もいるんですから。前回そちらと話し合った後にもっとお得なプランを作ったんです。例えば往生堂は冒険者協会からの要請を優先的に処理するっていうのはどうでしょう。さらに最初のお客さんには特製の箱を100個おまけしてあげます。あとあと現場回収サービスもつけちゃいますよ。一部の危険な地域は追加料金を取りますけど、リーユエのほとんどの地域をカバーしてます。あ、安心してください、とーっても安いですから。その私の考えを全く分かってないよね。分かってますって、お金の話でしょ。けど私たち往生堂が出してる条件は十分魅力的なものだと思いますよ。ほら、外での冒険には危険がつきものじゃないですか。雨が降り出す前に戸や窓の修繕を行うっていうでしょ。つまりそういうことです。そんなものを事前に準備しとくなんて聞いたことないけど。それに準備するっていうなら冒険を安全に進めるためのものを備えるべきだと思うけど、これ以上は時間の無駄みたいね。私も忙しいの。ちょっと待ってください。じゃあもう一つサービスしちゃいます。利用客が一度に10人いたら、
3割引ってどうですか？同州、もうやめましょう。これ以上やるとまた千眼軍が来ますよ。見たところ往生堂のサービスを売りつけてるみたいだな。はあ、一旦往生堂に帰るしかないか。こんなチャンスを棒に振るなんて、後になって困るのはあの人たちなのに。現実から目を背けてどうするんだろう。遅かれ早かれいずれやってくることなのにね。こうなったらいつもの手段を使うしかないか。まあ、あなたに任せてた広告はできた？いや、すみません、まだ半分しかできてないです。でもこんなおかしな宣伝のやり方本当に役に立ちます？絶対に効果があるから安心して。これは往生堂に代々伝わる方法なんだから。まず必要としているお客さんが往生堂の門前に置かれた何も書かれていない木札を手に取り、そこに依頼内容を書いた後、門の隙間から堂内へと入れる。その内容を見た私が不法だろうと仮装だろうと葬儀だろうとお客さんの要望通り満足させる。まあ面倒な方法ではあるよ。あっちこっち走り回ることにもなるし。けど一度にまとめて焼ければ。そうじゃありません同州、俺が言ってるのは木札の役割じゃなくて、その木札に広告らしき文言が一切ないことです。いい？商売っていうのは時代に沿って変えていくものなの。往生堂だってそう。もし客層を広げずに過ごしてたらどんどん顧客を減らすことになっちゃう。業務先を開拓していくのもとても大事な仕事よ。私が同志になってからは往生堂のためにいろいろな方法を試してきたんだから。過去には他のお店と同じようにチラシを貼ったこともあるけど、千眼軍にきれいさっぱり剥がされちゃってね。臨死一日体験を開催しても誰も来なかったし。当たり前だろう。最後の最後でやっぱり代々伝わる方法が一番いいって気づいたの。これこそが歴代同士の知恵ってやつだね。今はいろんなところに話を持ちかけて提携先を探してる途中ってわけ。さっきの冒険者協会のようにね。つまり業務開拓を行ってるの。別の方法がいいなら木札に一個買ったらもう一個おまけって言葉を書くとかどう？何を買うんだ？それはもちろん丈夫なもう一つの家だよ。すぐに使う予定がなくても大丈夫。往生堂の品物は質に自信があるからね。まず先に壊れるなんてことはない。さあもう引き続き広告の準備をしてちょうだい。私たちの今後の商売に関わってくるんだから。けどやっぱり俺。あ、わかった。割引が足りないと思ってるんでしょう。そうでしょう。確かに冒険者協会は新規のお客さんだから多めに割引したけど、うん、昔からのお客さんにも同じように誠意を見せないとね。うんうん、少し考えてくる。新入りさん、ちょっと待ってて。すぐ終わるから。オイラたちは新入りじゃないぞ。仕方ない。この辺りを散歩でもしながら彼女を待つか。
あなたたちは同志の紹介できた新入りですか？いやいや、オイラたちはただ往生堂と風太郎に興味があるだけで新入りなんかじゃないぞ。なるほど、それならあまり興味を持たれない方がいいですよ。一般人が多くを知りすぎてしまうのはあまり良くないことですから。何を知り何を知るべきでないのか、同種には同種なりの節度があります。あいつに節度なんかあるのか。決めた。こう書いてちょうだい。往生堂期間限定割引、1個買ったらおまけが1個、2個買ったらおまけが3個、どんどん増えるよ。うんうん、これでよし。以前の薄暗い広告と比べたら大違い。これならきっといける。どうしゅう、葬儀ってそもそも薄暗いものじゃないですか。それじゃあ目立たないからダメ。どうして往生堂に目立つ必要が。ああ、まあいいか、これで。抵抗することを諦めたみたいだな。よし、私たちも出発しよう。新しい商売のために。私たちって、オイラたちも入ってないよな。他に誰がいるのよ。周りに変な人でも見えてるの？まあいたとしてもあなたたちには見えないか。最後の一言はなんだよ、脅かすなよ。ごめんね、冗談だよ。あなたたちが見えないものはここにはいない。少なくとも今は。そう固く考えないで。私からすればみんな死を恐ろしく考えすぎなんだよ。人は痛みや後悔、死による別れを恐れている。その心の傷を埋めるために人は死に対する幻想を想像した。そう、例えば幽霊とかね。確たる証拠もないのに今では大っぴらに話すような話題ではなくなっている。もし私まで忌避するようになったら、それこそ往生堂の終わりよ。お、どんなやつだった？想像よりも友好的で話が通じたでしょ。そうでもなかったよな。結果的にはオイラたちに怪我はなかったけど。じゃあ、あなたたちが遭遇したのは相当厄介なやつね。ただの幽霊に人を傷つける力はないもの。往生堂の仕事は生と死の境界を維持すること。これには一般人が抱く死や幽霊に対する認識を正すことも含まれてるの。簡単に言えば、教会が見えない人たちをそれらから遠ざけてあげることね。つまり一般人にとって一番いいことは、幽霊を信じることも知ることもなく過ごしてもらうことなの。だったら怖い冗談で人を驚かすなよ。そんなに怖かった？ただ単に冗談で片付くものばかりだってことをみんなに早く理解してもらいたかっただけなんだけど。そんなに真面目に聞いてくれるなんて思わなかったよ。でも大丈夫、私についてくればおのずとわかるはずだから。さあこっちだよ、そろそろ出発しよう。どうしゅう、ロー兄貴のことをくれぐれも頼みます。ロー兄貴？誰だそれ。リーウェイに来てもう結構経つけど、そんな名前のやつ聞いたことないぞ。なんでもないよ。以前モーに頼まれてたこと、すぐに解決するから気にしないで。オイラたち、どこに向かってるんだ？重要な潜在顧客のところだよ。ついてきて。
君たちは？こんにちは。私は王城堂の道主フタオ。王城堂の人がなんで僕のところに？いいえ、大した理由じゃありません。最近体の調子や具合が悪いなんてことはないですか？もし具合が悪かったらそれは一大事、病の予兆かもしれません。人は健康でいるときほど命がどれだけ脆いものなのか想像がつかないんですよ。だから予兆があったとしてもあまり重要視しません。何を言ってるのかさっぱりだよ。僕は健康だし幸せだ。何も不自由はない。もういいだろ、帰ってくれ。あれ、どうして怒ってるんだろう。私はただ健康の重要性を話しただけなのに。でも王城堂の道主がそれを解くのはちょっとおかしいだろう。君たちは誰だい？今忙しいから手短に話してくれ。こんにちは。王城堂に何か依頼はありませんか？王城堂？別に必要ないかな。まさか押し売りに来たのかい？随分と考えなしなやり方だね。そうです。一つ一つのサービスを一人一人の元までっていうのが今の流行りだと思ってましたが。いや、サービスが特殊な場合あまり良くないんじゃないか。まあとりあえず他を当たってくれ。また失敗か。はあ、まあいっか。これで成功したことあるのか。あなた王城堂の同志よね。悪いけど他を当たってくれる？まあまあ、少し話を聞いてください。最近新しい割引サービスを開始したんです。ほら、古いものを捨てないと新しいものは使えないって言うじゃありませんか。終わりというのは新しい旅の始まりでもあって。これ以上しつこいと戦艦軍を呼ぶわよ。わかりました、わかりました。落ち着いてください。でも王城堂はいつでもあなたをウェルカムですから。まだ諦めないのかよ。あれ、私を慰めてくれてる？ありがとう。やっぱりあなたたちが一番私のことを理解してくれてるのね。いや、ただこれ以上付き合いたくないだけなんだけど。業務開拓？ん？業務開拓？もしかして私が業務開拓のために回ってたと思ってる？違うのか？じゃあ単に迷惑をかけて回ってただけか？違う違う。業務開拓は冒険者協会との商談でもう終わってるの。ここに来たのはモーのための人探し。さっき言ったロウ兄貴覚えてる？実はね、モーが探してるロウ兄貴はこの世をさまよう人の魂なの。さっき会った3人はロウ兄貴が取り付くかもしれない標的。でも会った感じ、霊の気配は感じられなかった。だから適当に話をして早々に切り上げたってわけ。なんでもっと早く言ってくれなかったんだよ。おいらはてっきりお前がその健康かそうじゃないかを見ただけで判断できる超能力者かと思ったぞ。ん？そんな能力私には必要ないって
医者じゃあるまいし。まさか王城堂が病気で苦しむ人をわざわざ助けるとでも思ってたの？遠回しにひどいこと言ってるぞ。まあ遠回しに言ってる気なんてお前にはさらさらないんだろうけど。まあまあ、とりあえず王城堂に戻ってから詳しい話をしてあげる。ロー兄貴のことはもうと深く関係してくるからね。残念だけど、ロー兄貴は見つからなかった。そうですか、困りましたね。探せるところはもう探したはずなのに。ロー兄貴って一体誰なんだ？そうだな、一から説明しよう。俺の実家は無謀の丘の近くにあってな、小さい頃から仲の良い幼馴染が数人いたんだ。その中の一人がロー兄貴、特に俺と仲が良くていつも遊んでいた。けどある日突然不慮の事故で亡くなったんだよ。そのことがずっと忘れられなくてな、今も時々俺は無謀の丘に足を運ぶんだ。だがこの前無謀の丘から戻ってくると体に違和感を感じたんだ。そして毎晩夢の中にロー兄貴が現れるようになった。それで思ったんだ、もしかしたら本当にロー兄貴が何かをしているんじゃないかって。ただの予想だし証拠はないが、どうにも落ち着かない。考えれば考えるほど不安が募る。幼なじみの友達がもし悪鬼にでもなっていたら、そんなのどう受け止めればいいんだ？彼はそれが原因で王城堂に入ったの。だからこのことに関しては給料も受け取ってない。でも王の心配が的中する可能性はあるの。だって鬼の霊が現世をさまようことは時々あるからね。でも悪鬼は言い過ぎかな、私ですらめったに悪鬼なんて見ないもの。けどロー兄貴の危険性を否定する材料にはなりません。あいつが誰かを傷つける姿を俺は見たくないんです。まあこんな感じ。ロー兄貴が見つかるまでもうは仕事に身が入らないの。さっき私たちが訪ねたあの人たちもその数人いるモーの幼馴染でね、ロー兄貴がその中に潜んでるんじゃないかって睨んでたんだけど外れだったみたい。無謀の丘を探し、あいつらのところも探した。これで手がかりが全て途絶えた。ごめんください、王城堂の方ですか？僕は落星と言います。最近具合が悪くて何かにまとわりつかれてる気がするんです。先日友達と無謀の丘で肝試しを行ったんですが、帰った後に倒れてしまって、それから毎晩悪夢を見るように。医者に診てもらいましたが原因は何も分からずじまいでして、僕きっと呪われたんです、魔人に。ああ、そうですね、当たり、魔人に呪われてます。それもやばいくらいに。あなたも知ってますよね、魔人戦争で死んだ伝説の魔人がこの世に苦痛をもたらす呪いをかけたっていう。この呪いを解かないと小僧ロップが弾け飛んで凄惨な死を遂げるとかなんとか、伝説にあった呪いの症状と今の僕は同じなんです。無謀の丘、呪い、いやこれは呪いじゃなく多分ロー兄貴が。はあ、待った待った、二人とも静かに、勝手に喋らないで。お前にだけは言われたくない。王城堂は
こういった鬼とか魔人のことに詳しいんですよね。助けてください。私似たくありません。いいですよ、問題ありません。私に任せてください。でも呪いを解くにはそれに適した場が必要です。準備しないといけません。新入り、あなたの手が必要だから私と一緒に来て。俺も一緒に。あなたはまず彼に噴光駆除を行ってあげて。前に教えたはずだよ。準備ができたら私のとこに来て。これが終わったらまたロウ兄貴のことについて話そう。わかりました。じゃあ私たちは行きましょう。して何をする気なんだ。何もしないよ、ただここで待ってるだけ。はあ、まさか魔人の呪いとか本当に信じてるの。あんなものとっくになくなってるよ。あの二人を見たでしょ。一人は自分が呪いにかけられたと、もう一人は自分の友達が悪鬼になったと思い込んでる。それで二人とも人の話を聞き入れられない状態になってる。はあ、だから言ったの、一般人は何も知るべきじゃないって。こういうことで冷静さを失う人をたくさん見てきた。あの人たちを落ち着かせるためには、あの人たちが思い込んでいるものを見せてあげるしかない。鬼を信じてる人の目の前で鬼を退治する。子供をあやすのと同じ感じか。そうだぞ、恐怖が未知から来てるものならその方がいいと思う。そんなの、真実を告げても事態が良くなる保証がないからに決まってるでしょ。教会に近づいた人を離れさせる。心理的な問題は心理的な手法で対処するのが一番。それもそうだな。じゃあ呪いのことはどう言うんだ。夜叉の歴史って聞いたことある？その昔、彼らは魔人と激しく戦った。魔人は敗れたけど恩差はずっと残り続けた。その恩差が疫病となり人々を蝕んだ。人々はそれを魔人が下した呪いだと信じて疑わなかったの。たくさんの命が疫病によって奪われ、死んだ体を媒介に疫病はどんどん拡散していった。後になって人々はやっと疫病の拡散を阻止する方法を見つけたの。空気を浄化し死骸を焼く。そして初めてそれを行ったのがこの往生堂の創始者なの。そうだったのか。うん、それから何年か経ち疫病は完全に消滅した。同じような出来事を往生堂は何回も処理してきた。
そのおかげでリエユへの生と死の均衡を保ってきたの。簡単に言えば、私たちは森人、人々を見守り、人じゃないものも見守る。へへ。だから呪いは全部気のせいなの。もちろん昔本当にあったことも一般人には絶対言わないけど。少しここで待ちましょう。後でこの地脈鎮石を使って一芝居打つから。やっと来ましたか。ちょうど今準備が終わったところですよ。見てください、これが邪を払う特殊な装置。あなたの体から呪いを吸い出し具現化します。危険は及ばないから安心してください。この旅人さんは百戦錬磨の実力の持ち主だから。あ、そうだった、言うの忘れてた。まあ大丈夫でしょ。これで本当に解決するんですか。同志を信じろ。あの人は性格こそ変わってるが、やるときはしっかりやる。ちょっと変わってるなんて単語で私を語らないでよ。少なくとも天真爛漫で無邪気って言って。とりあえず早速始めましょう。心理装置を起動して。本当に呪いを具現化した。はっ、いや、隙あり。岩山八九天道、ここにあり。せっ、はおとなしくしやがる。はい、お願いします、頑張ってください。新天道地天理チョーク、隙あり。いや、気がしませんか。します。これ以上にないすっきりした気持ちです。すごくすがすがしい。ありがとうございました。それからそこの旅人さんも、あなたたちが助けてくれなければ私は呪いで死んでいたでしょう。じゃあ今ならもう行っていいですね。てってて、騙されまして。え、なんですか。一般人にはわからないでしょうけど、これはただの地脈鎮石で魔物を引き寄せるものなんです。あの魔物たちも呪いの具現化じゃなくて本物の魔物です。あれれ、おかしいですね。何もしてないのに具合が良くなるだなんて、なんででしょうね。まさか実は呪いにかけられてないってこと。ではどうして病気に。風邪をひいたか、食あたりか、はたまた心理的なものか。私的には最後のやつがよくある原因だと思いますよ。まさかそんなことが。こんな原因思いもしませんでした。とにかくありがとうございました。礼には及びませんよ。これからはそんなに疑心暗鬼にならないように。私も毎回こんな方法できませんから。人生とは短きもの、生きているうちに生を謳歌してください。その一言は少しモヤモヤしますが、では僕はこれで。ご迷惑をおかけしました。どうやらロー兄貴が原因じゃなかったんですね。少しホッとしました。しかしロー兄貴の行方がわからない以上、事態は変わっていません。一段落しましたし、
引き続きロウ兄貴を探しに行きませんか？その必要はないと思うよ。だってもう本人が来てるから。ロウ兄貴？あのごめんなさい、お邪魔だったかな。あれがロウ兄貴？なんで子供なんだ？幽霊だもの、当時の姿のままなのは当然だよ。ロウ兄貴って名前とのギャップが大きすぎるんだけど。往生堂に連れて行こう。やるべきことがたくさん待ってる。予想外のことばっかで、おいらもうついていけないぞ。そこは私の想像通りだったね。前に言ったでしょ、この世に悪鬼なんてそういないって。彼は何かのきっかけで無謀の丘を離れ、そして何かが原因となり戻れなくなったんじゃないかな。なんかその説明無理やりすぎないか。実はそうなんだ。さすが私。僕はただ友達が元気かどうか気になったからリーウェイ校に来たんだ。悪いことやいたずらなんかしてないよ。人を驚かすなんてことも絶対にない。前に無謀の丘へ肝試しに来た人がいて、その人がリーウェイ校から来たのを聞いたから、その人の後をついて行ったんだ。あのかわいそうな落星だね。どうりで誰かにまとわりつかれてる気がして悪夢を見てたわけね。え、僕気づかれてた？じゃないとあんなに怯えないでしょ。そうだぞ、フータオとモーが必死に探してたのに。実は僕リーウェイ校に来たことなかったから道に迷っちゃって、みんなのところにたどり着けなかったんだ。ああ、そういえばロウ兄貴は小さい頃から方向音痴だったな。俺たちがいなきゃ自分で下山もできないくらいに。そんなしょうもない理由だったのかよ。幽霊は飛べるだろ、飛べば道が見つかったんじゃないか。怖いんだ、高すぎて怖い。うん、そうだった。小さい頃山から下を見るのも怖がってたな。お前やっぱり全然変わってないな。人前に出ちゃダメだって知ってたんだけど、リーウェイ校は人が多すぎるからどこかに隠れるしかなかったんだ。ただその時この地脈人石に引き寄せられてここに来たの。お前がアッキーになってなくてよかった。本当によかった。私の専門家としての判断を信じてって言ったでしょ。さてと、あとはこの迷子を無謀の丘に連れて行ったら全部解決だね。ですがさっきあいつは友達を見に来たと言ってました。多分俺だけじゃなくて正吾、キキ、宗氏の3人のことも。じゃあそれならロウ兄貴の願いを叶えるために送別儀式でもやろっか。私とモーはロウ兄貴を無謀の丘に連れて行くから
あなたは幼馴染の3人から自身を象徴するものをもらってきてちょうだい。みんな友達なんだし、直接ここに呼べばいいじゃないか。それかロー兄貴を連れていくとか。それはダメだよ、驚かせちゃう。一般人は関わらない方がいいって言ったでしょ。知らないことは知らないままでいいの。だから物をもらいに行くとき、このことがバレないように注意してね。本当にフータオが言ったやり方でいいのかな。でもまあその方がびっくりさせずに済みそうだもんな。
君たち、悪いけど往生堂に厄介になることなんて本当にないんだ。ああ、僕とモーは幼馴染でよく遊んでたよ。でもなぜか彼は往生堂に入ったんだ。正直言ってあそこの道主は変わった人なのに、まあ彼には彼なりの理由があるんだろうけどさ。だって僕たちの中で彼だけがまだロー兄貴のこと。そうだ、ロー兄貴のことは彼から聞いてる？うん、全部聞いたぞ。じゃあさ、もし仮にロー兄貴に何か一つ物をあげられるとしたら、何を選ぶ？仮にだぞ、本当に渡せるなんてことはないからな。そうだね、僕だったら彼のために料理を作るかな。彼は辛いものが好きだったんだ。通常の何倍も辛いジョジョジーが大好物でね。そうだ、もし絶雲の唐辛子を持ってきてくれたら作ってあげるよ。小さい頃に食べてた味だからきっと喜ぶはずだ。わかった、少し待っててくれ。絶雲の唐辛子はリーウェの至る所にある。もし見つけたら作ってあげるよ。うん、これなら足りると思う。じゃあジョジョジーを作ってくるよ。君たちは他の人のところにも行くんでしょ？他の人のが終わったら僕も料理を渡すから。おお、分かったぞ。じゃあ後でな。あれ、どうして知ってるんだ？ここにあるのは また君たちか。往生堂の商売には興味ないと言ったはずだが。今回はモーからの紹介なんだ。お前たち友達だろ？ああ、それは確かだが、そういえば最近往生堂に入ったと聞いたな。理由は大方察しがつく。俺たちの幼馴染だったロー兄貴のことが原因だろうな。そう簡単に納得することはできないと分かってる。過去を忘れるっていうのは容易なことじゃない。俺もそうだった。それで
君たちはロウ兄貴のことでここに来たのか？鋭いな。まだ何も言ってないのに。これでも商人なんでね。人の機敏に関しては敏感なんだ。皆は俺のことを鈍感だと言うが、この商売を続けているうちにそれも少しは改善できた。最初の頃はヘマばっかしてたがな。これを君たちにあげるよ。これは俺たちが小さい頃夢見てた豪華なおもちゃ箱だ。その頃は金がなくて買えなかったが、今は商売がうまくいってこういう箱を何十個だって買える。昔の夢も叶ったかな。これがお金持ちってやつか。俺にとってそれは思い出の象徴でもある。それを夢見ていたからこそ今の俺たちがあるんだ。そうだ、見たところ俺の次は正吾と宗氏のところに行くんだろう。うん、正吾にはもう会ったから今から宗氏のとこに行くところだ。おお、宗氏なら後で飛雲の丘の空中通路で会う予定だ。埠頭に向かう階段の上だな。俺は少し用事を済ませてから行く。あれ、お前たちも来てたのか。一緒に集まって昔話をしてるんだ。僕たちの長年の習慣だよ。俺たちの故郷は災害のせいで崩落した。帰るところがもうないんだ。だから故郷の人がいるところを故郷だと思うようにしている。二人から聞いたわ。自身を象徴するものを探してるんでしょ。私は今リーウェ校の小刀職人をやっているの。私を象徴するものはその小刀くらいね。先日何個か高品質な不浄の石片を手に入れたの。それが不当の倉庫にあるわ。もう管理員に話は通してあるから、悪いけどそれを持ってきてくれないかしら。どうやら説明する必要もなかったみたいだな。早く持ってこようぜ。聞いてるよ。すでに記録もしてあるから問題ない。浮上の石片はあそこの箱の中だ。探してみてくれ。
ここじゃないな。他のところを見てみようぜ。宗師が言ってたのはこれだな。これを持っていこう。お疲れ様。やっぱり申し分ない品質だわ。少し待ってて、もう最後の仕上げに入れるから。よし、これでできたわ。小灯の中に私たち5人の名前を入れたわ。毎年行われる怪盗祭でも名前を入れた小灯を一つ用意してるのよ。この先どんなことが起ころうとも、たとえ歩む道をたがえようとも、この習慣が続く限り私たちは変わらない。ロウ兄貴のことはこれ以上何も聞かないってさっき3人で相談して決めたんだ。もしそういう機会があるんなら、俺たちは元気にやってると伝えてくれ。それから昔に言ったことはもう全部実現したっていうのもな。ありがとう。オイラたちがしっかり伝えるぞ。こんなにいい友達を持ってロウ兄貴もきっと喜んでくれるな。全部揃ったから、無謀の丘にいるフートーのところに行こう。早い。パイモン、バレてないよね。オイラ、そんなに信用できないか。冗談だよ。別に大丈夫。自分たちを象徴するものをくれたということは、多かれ少なかれ感づかれてるだろうし。でも幽霊や亡霊に関しては何が起きてもおかしくないの。彼らがそれ以上追求してこない理由はそこにあるのかもね。もし後々何かに付け狙われることになったら、その時は一線を越えることになる。生と死の境界を維持する、北条堂にとって一番重要な仕事だもの。普段よりも真面目になるよ。オイラたち
ちはもう特例なのか？境界を越えても大丈夫なんだな。もちろん、あなたたちを巻き込んだ以上、もうと同じように何も隠すつもりはないよ。これから行く場所で何を見ても何があっても驚かないでね。そこは生と死の境界にある場所だけど、ただの平凡な地。一つ特別なところを挙げるとすれば、人々に知られていないってところくらいかな。本当に、本当に驚かないでよ。じゃないと後であなたたちの記憶を消さなきゃいけなくなるから。行こう。お互いのためにも肝に銘じておいてね。なんか怖いな。でもここまで巻き込まれた以上、最後まで付き合おうぜ。本当に俺を呼んだのか？次は何に会えるだろうか。地に最も近い場所でも、伝説に謳われる地獄や冥府とかじゃない。ただ単に死脈が入り乱れているだけの場所だよ。深呼吸して私についてくれば大丈夫。送別儀式の会場はすぐそこだから。この模様、どこかで見たような。決められた位置に立つことで完全な形を確認できるはずだよ。うん、前にやったのと同じだな。揺らぐことなし。
コカ奥義。それは超えちゃいけない存在だから。なんて言うんだっけ、儀式か。その流れで出てくる単語じゃない気がするんだけど。描きがたし。そういえば冒険者協会の冒険者は物置が得意だよね。適切なものを適切な場所に置く。元素反応とかでドカーンと。何かヒントを伝えようとしてるのか。わかるかい？難攻不落。わかるかい？
分かるかい？ここはさっきと同じところじゃないか？そういう風にすることで勝手に入ってきた人を驚かせて近づけさせないようにしているの。もう変なものは出てこないよな。うん、あとはここから飛び降りるだけ。儀式の会場へ。私たち
私の目的地はもうすぐそこだよ。興奮してると思うからいつも通り話したり見たりしてて大丈夫。すぐにここがどうってことない場所っていうのがわかるから。あなた方は客人？すみません、めったにお目にかかれないもので。フータオさんが連れてきた人たちみたいですので私も安心しました。この場所は何もなくおもてなしはできませんが、ランケイと申します。ここである人を待ち続けてもうどれくらい時間が経ったのかも分かりません。待つことは気が遠くなることですが、散歩をしたり他の人と話をしたりすれば少しは気が楽になります。待ち続ければ会えるのでしょうか、それとも会えないのでしょうか。もしあなたにも大切な人がいるのならここで待つなんてことはしない方がいいでしょう。私は待つことしかできませんでしたので。仕入りか？奇遇だな、俺もだ。こんな綺麗な景色が広がってるなんてな。俺はてっきり暗くて寒くて方向すらわからない場所かと思ってた。ここは気持ちを整理するにはもってこいだ。もともと期待していなかったからかな。そういえば最近張さんに会ったか？あいつか、もうそろそろだと言ってたのを聞いたよ。ほ、それはいいことだ。これからあいつはどこに行くんだろうな。気になるならわしたちも行ってみるか。また今度な。今もう少しここにいたい。また怪盗祭の時期か。いつの日か塔を見に行けたらいいな。塔がなくても願い事はできるよ。お母さんが教えてくれたの。大声で願いを言えば将来きっと叶うって。大声で？それは恥ずかしくない？誰かが先にやってみんなが続けばお前も恥ずかしくなくなる。そうだそうだ、翔吾先にやってよ。僕はいつの日か食べきれないほどのご飯とお菓子がある大きな料理屋を開く。毎日ジョジョジーが食べられるように。それだけかよ。笑うな。そっちはどうなんだよ。もちろんお金を稼ぐことさ。たくさん商売をしてたくさんお金を稼ぐ。お金があれば何でもできる。こんないいことはないだろう。そうだな、お金があればあの高いおもちゃ箱だって買えるんじゃないか。買うなんてもんじゃねえ。一人一個ずつ、いや一人何個でもだ。じゃあ父が大商人になったら私はお金を稼がなくてもいいってことね。
いやいや、お金を稼ぐのは大変なんだ。俺だけに頼るなよ。私は大きな名称の塔を作りたい。小塔作りも学びたい。将来は最も腕の立つ職人になるの。そうだね。そうなったら林栄校に行かなくても小塔を飛ばせる。それでモーとロー兄貴は？僕は、あ、一番肝心なところで消えちゃったぞ。懐かしいな。あれが俺たち5人の揃った最後の怪盗祭だった。時間が経ってみんなこんなに大きくなったんだね。あの時言ってた願いは叶えられたかな。自分を象徴するものをもらってきたぞ。正吾は料理人に、キキは大商人に、宗氏は小塔職人だ。そうなんだ。あの時言ってたことはずっと俺たちの心に残ってる。何が何でも叶えるという約束だ。とりあえずこの塔を飛ばそう。ちょっと空気を読んであげてよ。彼らが話してる間は遠くでそっと見守りましょう。空気が読めないってお前に一番言われたくないじゃん。そう？目的が達成できるなら家庭なんてどうでもいいでしょ。前にも言ったけど、往生堂が最初に行ってたのは葬儀じゃなくてお医者さんみたいな仕事だった。魔人戦争の時期は死体の山、おびただしい数の霊、蔓延する疫病、すなわち死が私たち聖者の世界を蝕んでいた。その時に往生堂ができたの。弱々しい人間という身分で長い時をかけ死を追い返した。大きな代償を払ってきたみたいだな。それからまた長い年月が経ち、リーユエコーは栄えた。人々は名誉とモラを追い求め、やがて狂気に達した人が死の遺産に触れた。魔人の残滓が人の世を壊したの。具体的なことは省くけど、それは生という自滅と死という終焉でもあった。それからすごくすごく長い時を経て、やっと均衡が整い教会を保てるようになったの。そのおかげであなたたちが見た今のリーユエコーがある。今の往生堂と私もね。これは以前の同志が好んで語ってたことだよ。彼らよりはうまく話せてると思うけど。どれだけ理解できてるかはあなたたち次第。私からしたら何も知らない方が楽だけどね。この時代は恵まれてるよ。生と死がこんなに平和に寄り添ってる。こんなの当たり前じゃないんだから。そろそろ時間だね。行こう。彼らを始まりと終わりの地へ送らないと。それってどこのことだ？私たちが初めて会った場所。適当につけた名前だから気にしないで。はっ。
満足できたかな。もし何かのきっかけで悪鬼になったら、その時は容赦なく滅却するけど。しないしない、こんなにしてもらってもう大満足だよ。みんなが元気にやってるのが分かって本当によかった。お前たちにも感謝しないとな。ある意味俺の夢を叶えてくれたんだ。さっき言ったことはあなたも同じよ。もうもしまだこれ以上くよくよするようなら覚悟してちょうだい。いや、そんな笑いながら怖いこと言わないでくださいよ。じゃあ最後の最後にロー兄貴に一言言ってあげて。またな、ロー兄貴。違う違う、またなはダメ。行ってらっしゃいとかにしないと、またったら困るでしょ。大丈夫、僕はそっと離れることにするよ。ごめんね、僕たち二人が言った夢だけは叶えられそうにない。気にするな、どうってことない。安心していけ。うん、みんなのことは忘れない。それじゃ。行っちまったな、はあ、なんだか人生の一大事を成し遂げたみたいで心が空っぽな感じだ。さっき言ってた二人の願いって？お互い家庭を築いたら家族みんなを連れて解凍祭を過ごす。だから俺はあいつらが羨ましいんだ。あいつらはもう夢を叶えたが、俺の夢はもう一生。そうだそうだ、それに誰だって死ぬ日はいつか来るものなんだから、生きているうちにしっかり生きて、やるべきことをやってから会いたい人に会う、それもいいことだと思わない？ありがとうございます。とにかくもう無謀の丘には戻らないと思うから、しっかりと気持ちの整理をしなきゃな。それじゃあこの機会にどこか遊びに行ってきなよ。許可する。あ、もちろん今と同じく給料は出ないけど。待てよ、何か忘れてないか？お？教会に連れて行ったのは人探しを手伝うのも兼ねてたんだよ。その反応じゃ見つからなかったみたいだね。残念。惜しい惜しい。いや、ちっとも惜しくない。私もあなたたちが見てないところで探してみたんだけど、残念ながら何も見つからなくて。これからも気には留めておくから、何か分かったらあなたに連絡する。適当に言ってるだけじゃないよな。えっへっへ、生きてる人を探すのは得意じゃないんだ。もし教会の向こうにいる人探しなら。縁起でもないこと言うなよ。安心して、その生きた人もしっかりと探してあげる。もういつになったら私の冗談に慣れてくれるの。私にも私なりの理由があるから。理由？今日私たちが行った場所で見てきたものは、聖者の世界に執念を持つ死者たちなの。でも私はそこで歴代の同志を見たことがない。一度も往生堂の同志になることはきっと悔いの残らない正しいことなんだと思う。